ということで続いてはこのコーナーに行きましょう。モカクエ。はい、モカズクエスチョン、略してモカクエ。普段のラジオではですね、ボックスの中に、私がね質問の書かれた紙を引いていって、そのボックスの中から出てきた紙を答えてもらうみたいな形のねコーナーを普段やってるんですけれども、今日は出張版スペシャルということで、画面に質問が出ます、うん、で皆さんにはその質問への答えを机のこのね下に置いてあるスケッチブックを、うん、に書いて出していただきたいなと思っております。のかくえのコーナーはね、いつもあのこの番組音楽番組目指してるので、音楽にちなんだ質問をねどうですか、音楽番組っぽくなってきました。いやちょっと今のところあんまり感じられませんね特に今回出張版全く音楽番組感感じられていませんね今のところ。やっぱり三沢さんがサングラスをかけてくるべきだったのではないでしょうか。確かにサングラスか、せっかくだからみんなに髪切ったって言って本当に髪切ったってあの人聞くんですか。わかんない都市伝説です。よし、じゃあ準備よろしいでしょうか。はい、モカクエスタート。メロディーと歌詞どちらから曲を好きになる。難しい。はい、これ二択ってことでいいのかな。そうですね、ぜひ皆さんスケッチブックに書いてください。いや、どっちかな、三沢はどっちかな、音楽どっち、顔顔顔やっぱボーカル可愛いと気になっちゃって曲聴いてみようかなってなったりもします。ビジュアルってこと、うん、あとラジオを聴くのも好きなんで、ラジオで聴いてやっぱ耳で、え、何これってこう止まる、ふっと耳が止まるサビがあったりするとすぐウィキペディアで調べちゃうっていうのがありますね。皆さん書けましたか。書けました。じゃあ何人なの。じゃあさくらさんからお願いしてもいいですか。はい、まあでも二択ですもんね、うん、二択になっちゃいますね。二択なんだ。歌詞、あれ歌詞、うん、歌詞とメロディーどっちから、うんうんうん、歌詞かな。あのやっぱ職業病ですね。おう、こうセリフみたいに捉えてる節があるので、あ、割と歌詞をが先に入ってきて、で音は取れないので私そんなことない、嘘でしょ、あんなに歌ってるのに。ボーカル様うちのバンドのボーカル様、何をおっしゃっているんですか。いや本当にメロディーが覚えるのとかも苦手、だし、そうなんかピアノをね10年やったんですけど、すごい、もうね猫踏んじゃったすら弾けないぐらいメロディーへの自信がなくて、歌詞の方が自信が、そうだから割と作詞家さんとかも見ちゃうかな。そうなんだ、割と歌詞ですね私は。歌詞のパターン。じゃあ同じバンドの加藤さん。はい、私はこちらです。じゃん、メロディーです。あの私はですね、はい、あのもともと子供の頃がゲームが好きで、あのサントラとかを聞いてたんですよ。なるほど。はい、なのでもともとあんまりこう J-POP だったりとか、うん、あの人が歌っている歌にあまり触れてこなかったんですね。へ、なので逆にこっちのメロディーの方が自分の中でこうやっぱり優先度が高いというか、身に染みる度合いが高い。そういうことなんですね。そうなんです。だから結構その大きくなっても、はい、学生の頃も、まあ、サントラ、例えばあのゲームミュージックじゃなくても、はい、もうあのいわゆるワールドミュージックみたいな、ああいうものをちょっと買ったりとかする方が好きでした。へえ、かっこいい。言ってみたい。なんか大人っぽいですよね。最初な感じはする。ワールドミュージックね。ワールドミュージックちょっとワールドミュージックって言いたい。畑さんお願いします。はい、はい、私もメロディーです。おー、そうなんですね。二票。何なんですかね、あの全てが全てそうではないんですけど、うん、はい、歌詞を見ないといまいち何を言ってるのか、うんうん、結構お店とかで耳に入ってくる曲を気になることが多いので、うん、結構雑踏の中だと歌詞がどうしても聞き取れないことがあって、うんうん、そういう時にやっぱりこうメロディーの方が印象に残って好きだなと思う、うん、なので逆にこう歌詞だけ先に読んで、あ、いい歌詞だなってなる時も多いんですけど、うん、まあ多いのはやっぱりメロディーが先かなって思いますね。
そんな二択なんですかって言った吉田さん。そんな流れ的にあんまり出したくないので飛ばしても大丈夫です。いや出してください。そういうのないから。出してください。時と場合による。いやこらみんなそうだよ。いやだからあのトントントンときてあこれはいけないやつだと思います。座るべくして座ってましたね。そうですね。いい位置に。じゃあそれがありならみんなそれだわ。ごめんなさい。じゃあもう次行こうかな。はい、どっちかと言ったらもうどっちか、うん、もうどっちかもうどでもなんかあこの人は歌詞がすごい入ってくるなみたいな人もいれば、あこっちはメロディーの方が言う、あでも歌詞かも。いや歌詞じゃん。答え出たよ。歌詞じゃん。歌詞でした。はい、じゃあ次の質問に行きましょう。次の質問お願いします。はい、思い出のライブ会場はどこ、行った、撮った、どちらでもか。はい、ということです。まあ皆さんいろんなステージにね立ったことあると思うので、その思い出でもいいですし、なんかね好きなアーティストさんのライブに行ってもこのライブがもう忘れられなくてみたいな感じでも大丈夫です。どちらでも。はい。お、なんかもうかけたっぽい。加藤さんかけました。早いですね。じゃあお願いします。はい、はい、私加藤の思い出の場所はこちらです。武道館です。おー、はい、これは行った立ったどちらでしょうか。立った方ですね。かっこいい。いや私本当にここもうほぼ大きい会場ここが初めてだったんですよ。最初でそこですか。初めて。いや本当に歌とかライブとかってほぼほぼ経験、人前で歌う経験がない状態で、はい、まあ作品絡みなんですけど、ここの武道館に立たせていただいて、でその時に初めて歌って、うんうん、踊ってっていうことをやって、大変だったんですけど、でもやっぱりすごくいい思い出になっているなっていうのはありますね。なかなかやっぱり立てる場所じゃないっていうイメージがあるので、それがなんかこう全然経験が少ない私なんか立っちゃっていいのかなみたいな感じで戸惑いもありつつも、やっぱり思い出深い場所となりましたね。あじゃあ未だに行ったりとかしても、うん、私何年前ここに立ったんだよなっていう気持ちになります。いやそれが、はい、やっぱり人のライブとかで武道館に行って見てる時と自分が立ってる時ってやっぱ感覚が違うというか、うん、あそうなんですね。はい、立ってる時はここが武道館っていう実感があんまりなかったんですよ。でもお客さんとして見に行った時に、え、こんな会場で私立ってやってたのっていう、後からすごかったなっていう実感が湧いてくる方が大きかったです。すごい音楽番組っぽい感じになってきたかもしれない。なってきたでしょうけど。ありがとうございます。聞いてね。ありがとうございます。吉田さん、かけ終わってそう、水も飲んでるけど、かけ終わってそうだから私かけちゃった。かけ終わりました。ごめんなさい。はい、お願いします。有楽町にあるウィングカメラの読売ホールじゃない。読売ホー ル, ホール、それだ、読売ホールだ。本当に思い出に残ってます。残ってます。名前が思い出せなくて。なんでなんで、なんでそこなの。この黒丸なんですか。一応ぼかした方がいいのかなと思って。あれ、あれじゃない。ほぼ出てますね。ほぼ、うん、なんで思い出に残ってるんですか。私田舎者なのでライブとかに一度も行ったことがなくって、立ったのが初めてだったんですよ。それで作品のライブをここでやらせていただいたのが、見たこともないのにやって初めましてだったので、すごく印象に残ってます。ちょっとホールの名前を忘れてしまいましたけど、読売ホールです。一緒だったんです。そう、一緒だった。あ、そうなんだ。エンディングで泣きよって。あ、ビービー泣きよって。泣きそう恥ずかしい話。すごいめちゃくちゃいい思い出ですけど。そんなにめっちゃ来るやん。ちょっとテンションの落差であれしてしまいましたが、ごめんなさい。相当いい思い出ですけど。あ、よかったです。ビビってました。楽しかった。吉田さんビビってました。ビビ、新しい会場というか初めての会場に余裕でした。いや、割と余裕だ。余裕だ。どうですかね。泣き始めるまではなんで泣いたの。わかんない。なんかみんな泣いてた。あ、みんな泣いてた。
った。そういう感じだったんです。ちょっと感極まっちゃって、ね、ダーってなって、うん、あのハンカチが出てくるくらいだったんです。そうそうそう。何それ。なんか青春でしたよ。そうですね、あ、本当ですか。2回目立ち上がりました。もう見てない。もう見てない。もう見てなかった。じゃあ、はい、じゃあ。畑さんお願いしてもいいですか。はい、私はですね、正式名称合ってるかな、神戸国際会館国際ホールっていう兵庫県にあるホールなんですけど、とっても国際、すっごい国際だね。そうなの、多分ね2回国際が出てくる、ちょっとよくわからない名前になると思うんですけどなぜですか。私生まれて初めて行ったライブが、はい、その田村ゆかりさんの、うん、この兵庫県であったライブで、私そのライブに行ったことがなかったので、当時そんなにインターネットとかも普及してなくて、いやあったんですけどあの今ピアとかでパッて撮ってちゃったりするじゃないですか、うんうん、確か電話をかけてチケットセンターみたいなところに、大変なやつね。それであの結構いろんな初めての経験をしながら、うん、なんとか行ったっていうので、うん、すごい感動して、うんうんうん、あのすごく印象に残ってるホールですね。ずっと白紙でずっと頭を悩ませていたさくらさんどうにかなりました。どうにか。もうね、ずっと白紙だったの。そう、考えたんですけど、うん、代々木第一体育館と埼玉スーパーアリーナ。おお、どれぐらいどうだ。あと代々木第一体育館は立ったこと多分ないんですけど、あの好きなアイドルのこのライブに多分。行った時に、うん、あの親子女性席っていうのがあって、でそこにあの全くそのアイドルに興味のない母を無理やり連れて行って親子で入ったんですけど、親子女性席って結構ステージに近くて、本当に5メートルぐらいの距離で、そう、推しの子を見られるっていう、そう、すごく貴重な経験をしたなっていう場所で、で SSA はあの自分が立ったんですけど、あの、まあ、いろんなイベント出させてもらっていろんなとこで歌ってるものの、一番緊張しなかったステージです。すごい会場なのに。めちゃめちゃでかいですよ。なんか広すぎて分かんないんですよ、あんまり。あ、確かに。なんか夢見てるみたいな感じで、だから一番なんか緊張せずに歌ったステージがここだったなって、うん、そう、あとなんかいろんな作品の人たちが入れ替わり立ち替わり歌ったり踊ったりしてたんで、はいはい、私たちがなんかいろいろやらかしても誰かが取り戻してくれるだろうみたいな助け合いの精神でね。そうなんです。実はやってるんで。あ、やってるんで、ちょっとそうですね、2つかな。はい、ありがとうございます。それぞれの思い出がありましたね。じゃあ次の質問でラスト、問題でラスト、じゃあいきましょう、こちらです。憧れる歌声は誰の、もしくはどんな声。はい、これ難しいね。難しいですね。たくさんいらっしゃるんですけどね。いや、ものすごい声で吉田優里さんがめちゃめちゃ書いてますけど、吉田さん早い。みんな悩んでるのにすごい早い。待って。じゃあちょっと出してもらって。出してもらっていいですか。皆さん、まだですか。いや、なんかまだだから。思ったのとも違ったな。あら。石田さん、ちょっと出してもらっていいですか。ちょっと出してみて。玉木浩二さん。なんでだよ。なりたい。なりたいの。そこ A ちゃんじゃないんだ。あ、いや、あの歌声は玉木さんの方が好きなんです。あ、そう、なんか山田栄吉さんもめちゃくちゃ好き。そうなんですよ。そうなんだ。だってずっと聞いてて、はい、あんな風になれたら良くないですか。その声でなるんですか。その声で人はないものねだりなんです。玉木さん、なん、そう、あ、みんな意外とペンが進んでいない。いや、意外と難しい、ね、難しい。声って言われるとてかもう全部欲しい、他の人の声。あ、欲しい。みんなそれぞれいいところがあるから選べないんだよね。え、三沢さんは どなたとかいますか。三沢さんはですね、なんでしょうね、こうやっぱ自分の声ってこんな声ですけれども、うん、やっぱ役を演じると全然違う風に聞こえる声になったりするので、なんか誰かの声になりたいってなかなか自分が一番、なんと自分で、自分、あ、まあ、そのそのつっかり、ごめんなさい、悪い意味じゃなかったんですよ。吉田さんみたいな声
声はどう頑張っても出ないから、そういう特殊な声に憧れますね。そうそうそう、あんまりして言わせてごめんなさい。そんなことない、そんなことないです、そんなことないです。そういう特殊って言ってはいけないのかな、あんまり大丈夫ないですか。変な声だなと思います。いや、いい、素晴らしい声。そういうなんかオリジナリティ溢れる、もうこの役はもうどうしても吉田さんしかできないよってキャラが多分多いと思うんですよ。そんなことないです。もうこの声で慣れちゃったら他の人の声は刺激が少ないみたいな。そんなことないですよ。そういうね、こうオンリーワンの声はまず憧れますね。わかりました。え、何ですか。かけた方がお二人かけてるよって。かけた方が、いや、かけた。じゃあ加藤さん、かけました。はい、すみません、お願いします。はい、私は誰っていうわけじゃないんですけど、ささやき声で歌える人。私、男性じゃなくて女性ボーカルの方が好きなんですけど、女性ボーカルで、やっぱりこうささやき声でボソボソ歌える人。薬師丸悦子さんとか。めっちゃいい。セクシー。これがすごくやっぱり憧れてて、私も以前歌でこういうオーダーをされたことがあるんです。ディレクションで、ボソボソ歌ってくださいって言われたことがあって、でも私の声質的に息の成分よりも音の成分の方が強いので、どうささやき声で歌ってもマイクに乗っちゃうんですよ、声が。そう、だから一生懸命もうこれ以上小さく歌えないよって歌っててもこれにはできないっていうことが分かって、だからもうこれで歌える人、ささやき声で歌える人っていうのはすごい憧れます。やっぱり自分ができないから、で聞いててもやっぱり癒されるし、私はもうお掃除とか家の BGM としてそういう癒し声の人の歌を聞きたいです、家で。できないもの欲しくなります。そう、欲しくなっちゃうね。じゃあ畑さんもかけましたか。確かに合ってるか分かんないです、絶対伝わらないと思うんですけど、はい、ジュージンイーっていう、上海にある、もうちょっと卒業しちゃったんですけど、アイドルグループの一人の女の子なんですけど、ものすごいお歌が上手で、中国の方なんですけど、なんかこんなに綺麗な歌声の人が世の中にいるんだって思うくらい、まだ若い子で多分20そこそこなんですけど、なんか高いような低いような、すごく切ないような柔らかい声の方で、こんな風に歌えたらいいのになって思うんですけど、やっぱり全然ね、難しいっていうか。気になった方は検索してみてください。検索します。気になる。どんな方なんだろう。めちゃくちゃ可愛いです、ちなみに。顔も声もいいの。三沢さんの目がキラキラしてます。4000年に1人の美女。出た。ちょっと待って、そのね、そういう日本倉言葉最近信用できないんだよね。もう世の中に溢れすぎている。でも本当にあーって思うくらい本当に可愛い子です。なんかすごいいろんなものを兼ね備えてる子なんだね。すごい、何物与えるんだろうと思って。へー、調べてみます。さくらさん、かけました。はい、お願いします。中島みゆきさん。おーが昔から好きで、へー、そうだったんですね。なんか女性でこう、例えば椎名林檎さんとかもそうですけど、気だるくかっこよく歌える人、憧れる。超いいなと思って、でなんかこう、ある年の、こう言ってたように紅白、5年前ぐらいかな、で一回、どこだった、工事現場から中継をつないで、工事現場、ダム、黒部ダムだったかな、なんかどこかから中継をつないで歌うんですよ。で、めちゃくちゃかっこよくて、そんな工事現場が似合う、なんか女性ボーカリストさんってあんまりないかも。あんまり、そうなんですよ。だから割と工事現場が似合う女性ボーカルは好きですね。すごい決定的だな。あんまり浮かばないんですけど、ただすごい伝わってくるものはありますよね。あ、そうですね。アイドルちゃんでもそういうピーバーありましたけど。はい、ということで終了でございます。はい、音楽番組っぽかったのかな、どうでしょうね、わからないですけれども、まあ
皆さんのそれぞれの個性的な答えが聞けて、さらに皆さんのことが知れてよかったです。ありがとうございます。ということで以上、モカクエでした。